兄ちゃん。諦めないで。エマちゃん。おはよう。おはようです。おはよう。電話があって、今日は頭痛がするから休むって。
じゃあまた後で。ちかこちゃんと熱々になれたの？にやけてるけど。ほらほら、にやけて余ったほっぺたがこんなに伸ばせます。ほも？もともとはホモ？サラダオイルですね。うん、意表をついてごま油とかはなしだからね。わかりました。シフォンケーキはね、使うんだ。随分熱心だね。ちょっと勉強したくなったんです。キッズレッ。本当におめでとう。京介くん、マージなんか使って後ろ向きだと思っていたから。だってほら、やっぱり今を生きるべきでしょ。良くても悪くても、とにかくそうすることしかできないわけで。お疲れ様です。にみくん、今日はちょっと疲れちゃいました。くにみくんと目を合わせて変な顔になってしまったらどうしようって。白鳥の水面下の努力ですね。本当に心臓がバタバタ
タバタするくらい恥ずかしいんですから。はい、実は学校にも持ってきたんです。いろいろ載ってるからちょっと迷っちゃったんですけど、くにみくんが好きなら作りますよ。失敗しないように頑張ります。君にはちゃんとしたのを食べてもらいたいですから。よかったら今日も私の家で遊びませんか？今日は負けないよ。楽しみです。あー、ごめん、そういえば今日はちょっと用事があったんだよ。そうですか。そんなわけで今日は京介くんと二人ってことにしてくれるかな？そうかもしれないですね。でも国見くんの家とずいぶん離れていますよ。それもそうでしたね。じゃあお願いしちゃっていいですか？学校からの帰り、たまに手をつないでいるカップルいるじゃないですか。はい、校庭を歩いてる時にもう、ああいう人たちって自分にとっては遠いなっていつも思ってたんです。誰かと付き合う時が来るなんて思ってもいなかったから。ともひさのことがあるからです。それ以上に自分がとても後ろ向きだったってことです。だって背中を向いていたら
一緒に歩けないじゃないですか。だから決めたんです。私、昔ばかりを見ているのはやめにします。マージだって全部捨てちゃいます。ともひさを忘れるということじゃないですけれど、昔は昔、今は今ですからね。そして君と一緒に歩きたいと思うんです。葬式の日以来のことです。我慢というか